ごきげんうるわしゅう、霊夢ざます。マリサだぜ。アリスでありんす。また来ちゃった。というわけでやっていきましょうか。もう間が空きすぎて思い出せないぜ。ロマーンスの神様この人でしょうか。ちょっとやめてよ。珍しくウプ主がツイッター限定で上げた動画だな。てか霊戦今まで何してたのよ。一回休んだだけでそう怒るなよ。うどんちゃん何してたんでしょうね。なんだっていいじゃん。ほら実況しろ。現在ナンパ中です。かわいこちゃん。逃げられてやんの。これ本当にナンパしてたの？で、どういう状況？思い出したぜ。確か友達探しをしてるところだったな。え？誰の？アリスの。え？アリスって友達いないの？しょぼーん。私はアリスは友達だと思ってるよ。うどんちゃん。結婚しましょう。そういうところだぜ。妹が自動販売機に殺されたんだって。これも怪異の仕業なのか。皆さんこんにちは、霊夢です。アリス4、霊戦です。おいちょっと待て、なんでまた挨拶してんだ。なんでって、ねえ。一年ぶりにゆっくり実況作っているからよ、アホ。今の今まで何やってたんだ。MMD 動画を作ってました。やっとのことで完成させたってあれね。期限決めないと完成しないなって思ってね。でも最初は MMD 夏祭りに出そうと思って間に合わなくて、新春 MMD 祭りに出そうと思って間に合わなくて、ニコ動祭でやっと間に合ったのよね。ダメダメじゃねえか。うっさい、実況するわよ。で今どういう状況？うん、私の友達探しをしてます。あ、うん。でいろんな奴に声かけてるとこだな。じゃあ進展あるまでカット。さっきの続きなんだぜ。さっきって？皆さんこ、言わせねえよ。でもさっきの続きって？一年前の続きだよ、言わせんなよ。おう。とりあえずどういうこと？妹さんが事故で頭を打ったそうね。なんだかいいじゃないのか。マリサが邪魔で文字が見えない。そうね、今更だけどマリサに忘れてもらいましょう。何年実況やってきてだぜ。あ、殴った。マリサみたいな人ね。うっせぇわ。うっせぇうっせぇ。もうおっせぇわ、流行に鈍感な都会派だな。実況どこ行った？とりあえずあれね、妹が自販機のせいで死んだと思ってる奴が、自販機の使用を妨害していたと。そして友達がそれが間違っていることを諭しているのね。本編と関係ある？全く関係ないわな。なんでここで止めたし。ではでは進展あるまでカット。図書館に来ました。懐かしのクロイちゃん。今度はこの子をナンパね。今一瞬見えたけど、オカルト研究部に誘ってるみたいね。そうだった、主人公は部活勧誘してるんだぜ。思い出したわ、可愛い女先輩とオカルト研究部でギュッフ。笑い方っしょ。でも女先輩も粘着室に行けって。宮野さんがお手本を見せてくれるそうよ。どんな色かで落としてくれるんでしょうね。なわけないだろアホ。なわけあったわ。知女ね。知女ね。いやアホでしょ。今回のサブタイトルのバカはこいつのことだったのか。さて大人の色気を見せつけられたボーイはどういう反応を示すのだろうか。の前にボコスカ殴られてるわよ。女先輩を殴るなんて全く紳士的じゃない主人公ね。これは女先輩が悪い。いいなぁ、部費でお菓子とジュースが買えるなんて。いいじゃねえか。この前霊夢が作った菜の花のスナック美味しかったぜ。あれ、雑草丸めて油に投げ入れただけなんだけどね。おい、殺すぞ。ごっぱ、ところ変わって、実況しましょう。今度は誰かしら？アホだ。またアホか。出たわね、筋肉ワンハーレム男。ただの嫉妬だろ。そんでもって幽霊探しがしたいと。まあこれホラーゲームだし。おめたいめたい。七不思議が急にできたって。原因は一作目のあれね。あれね。あれね。なんでそうすぐいかがわしくする。え、マリサ何考えてるの？は、あれはあれだよ。そうそう。のことよ。思った通りじゃねえか。まあまあ実況しましょう。ちなみにこの4人も今回の主要キャラになります。一作目の夜の学校を忍びに参加できなかったメンバーだな。前参加できなかったから今回で忍び込もうとしているのね。ふ、愚か者が。いつもアホに振り回される奴の気持ちはよく理解できるぜ。うんじゃねえよ、お前のことだよ。あら、ツインテちゃんの様子が。進化するの？しないでしょ。マサオくん、学校に残るの？マサルだアホ。用があるなら帰れって。あ、泣き出しちゃった。ああ、霊夢が泣かせた。え？私なの？怒り浸透のツインテがある。男の方はハテナになってるわね。こいつは姫様に速攻で殺されるパターンだわ。お前んとこの姫様怖いな。なんだいつかって遠回しに。周りくどいわ。あらあらデートの約束を忘れて泣かせたようね。最低ね、殺しましょう。なんでお前らは男にそんな厳しいんだ。アホにまで怒られる始末、お前が言うな。あれ、アホも意外と変態だった？霊夢みたいね。お前が言うな。否定はしないんだな。ところ変わって2組の教室。思わせぶりな雰囲気を醸し出す美人ちゃんだわ。そういえばこいつらも今作の次期キャラになったんだっけか。そういえば獣王国の次期キャラ誰になったんだっけ。
ググりなさいメス豚。ブヒー。なんだこの茶番。実況に戻りましょう。この二人は喫茶店に行く約束をしていたようね。また男どもが約束ほったらかしてどっかで道草食ってるわ。食べてねえし、お前のことじゃねえよ。結局この人たちは怪やらお忍びやらには関係なさそうなのね。お、操作できるわ。例の男どもは炙りに行くのね。怖えよ。では進展あるまでカット。保健の先生だ。相変わらずの美人ね。興奮するわ。なんなんだよお前ら。それよりも今ヒントをもらったわよ。地域は図書館にいることが多いって。ガリ弁やね。図書館イコールガリ弁とか、お前バカだろ。ババババカじゃねえし。ではカットしましょう。なんで？おい待て、進展してねえぞ。え？だって女子トイレよ。当たり前でしょ。右に同じく。アホ。でも二人とも自分の容姿の話しかしてない。もっと下の話をすればいいのに。真顔で言うな。うろトイレ。お前はブレないな。なんかこの美人さん思わせぶりなこと言ってる。興奮するわね。発情するな。では満足したのでカット。満足したのでってなんだよ。お、見つけた。シイキじゃなくてシイノキみたいだな。しょうがないじゃない。シイノキで入力して変換したらシイキって読むんだもん。それって結局自分で読んでるんじゃ。どうでもみたいは実況しろ。残りの 100% はこいつが探してくれるって。意外といいやつねって思ったら結局操作するのね。めんどくせえ。じゃあカットで。いきなりイベントだぜ。最近イベントに参加していないわね。どうでもいいわ。早速百花君を見つけたようで何よりだわ。あららツインテちゃんだわ。こういう別の主人公がクロスオーバーするの結構好きなのよね。へえそう。ウプ主が。ウプ主かよ。どうでもいいわ。アホが逆にツインテちゃんを怒らせてるわね。ツインテの方も面倒な女ね。百花は女子が泣いてるのを見て興奮していると。お前じゃねえんだから。泣いてるのに興味はないわ。泣いてるのには興奮するけどちょっとないわ。百花がヤバい顔で近づいてったわ。地雷女呼ばわりされてるぜツインテがある。この見た目で表面だけで区別しないって説得力があるようなないような。なんか怒られた。なんなんよん。あ、アホだ。アホが台無しにしてるわね。この見た目じゃもともと台無しよ。あ、怒った。頭をバカにされたら怒るんだな。表面通りの人ね。カツラじゃねえよ。はいはい。アホだ。途中まで和解できそうな流れだったのに。台無しね。両方ともおかしいだけでしょ。あ、怒らせた。このゲーム、キャラクターが怒ってばっかりね。霊夢のせいだな。なして。まあここは穏便に済ませましょう。では退散退散。フィリピンさんじゃないのか。で誰の頭がバナナだ。誰も言ってないわよ。一人ボケ切れツッコミオツ。忙しい子ね。うっせえ。ハーレム男が戻ってきたわね。燃やさなくちゃ。火炙りの刑に処す。なんでお前らは男に厳しいんだよ。ちゃんと謝って仲直りね。くだらん、カットだ。え？こんな中途半端なところで？ということで例の喫茶店です。どうやらオカルト研究部の集まりのようだな。部員3人ね。あまり盛り上がってないみたい。美人先輩が盛り上げてくれてるのに乗らないとかダメよね。まあもともと友達いなくて探してたやつだし。え？私のこと？ちげえ、違くねえか。同じクラスの人が同じ部活に入ったのになんだかたどたどしいわね。いかがわしい部活。はあはあ、何に興奮してるんだお前は。まあまあいいじゃないの。これから美人先輩とのムッフな学園生活が待っているんだから。ムッフ。この喫茶店に最後の部員が潜んでいるって。右上のおっさんかしら？なわけねえだろ。あら美人さん。ハモるな。でもどこかで見たことある人ね。前作でチラッと出てきてたっけ？ここでバイトしているようね。名前だけ貸してくれてるのか。こんなバカにもいい友達がいるものね。冷戦って意外と毒舌。みんな喋りすぎて疲れたでしょう。ゆっくりお茶でも飲みましょう。いやこれ実況だから喋れや。さて、やっとのことで秘匿されていた活動内容に迫るようね。怪談話だって。くだらない。まあ、妖怪や幽霊が普通にいる幻想郷じゃな。でも実際オカルト研究部なんて何をやればいいのかしら？今年は美人先輩が活動内容を考えてきたそうよ。あまり期待できないけど。今流行ってる七不思議じゃん。だろうね。よく見たら右上の方でおっさんともう一人の美人さんがなんかやってらっしゃる。なんだって。何もねえよボケ。話進んじゃってるよ。よ、夜のデートに誘われちゃってる。デートじゃないだろ。店の前だわ。あーこいつらも喫茶店行くって言ってたわね。あぶっとかないと。なんでだよ。中でオカルト研究部と鉢合わせすることになるのね。おん、誰か来たわよ。地域の知り合いね。あ、しかし野郎だわ。ひどい言われよう。一組のお忍び参加メンバーだぜ。そういえばこいつらって、前作の主人公たちと同じ中学出身で会員に興味津々だったわね。中学出身で興味津々。雪は津々。お前の。やめなさい。話が入ってこないわ。やっぱりお忍びの話になったわね。会員の情報を探っているやつだからな。
校内でかなりの噂になってるってダメじゃない。まあ校長公認だし。おかげで怪異が解き放たれて七不思議もできちゃったからね。詳しくは過去動画を見てね。宣伝オツ。いけすかないし、息は情報力が高いようね。かまかけただけか。まあ普通に何かあったんだろうなってわかるでしょうね。でもセリフがいちいちいけすかない。しかし野郎は優しいのね。うどんちゃん、あなたを巻き込みたくなかったの。え？ぽ？なんでだよ。冷戦は渡さないわよ。お前のでもねえよ。悪くないわね。え？地域も学校に忍び込むそうね。おう。だからこいつらも今回次期キャラになってたのね。美術室の鍵をもらいました。例の埴輪だな。ここで埴輪の話が出るってことは次回から戦闘があるってことね。これで戦闘なかったら面白いわね。そもそも埴輪が出なかったらどうするの？脱ぎます。誰得だよ。私だ。さよか。さてさて3つのグループが少しずつクロスオーバーする中、それぞれが学校に残ることを匂わせてきたわね。最後の2組連中はまだ地域が1人で行ってるだけだがな。次回、七不思議探索はどうなるのか、お楽しみに。またね。